皆さんおはようございます、すの久保ですこれから健康診断の方に行ってまいりますのでえ放送を早めに切り上げて、えー、またね、えー、再開できることを願っておりますけどもこの半年間ですね、えー、特に FX と暗号通貨につきましては毎日放送させていただいて私がどのような、ね、資金を資産を増やしていったのかっていうことを、まあ、見えてきたのかなと。 ご存知の方も増えてきたのかなと思いますけどもお見せしたものがね、まあ、全てと言ってもいいぐらいで。ああんな思考で私はあのー まあ資産とというかね金融のことを考えておりますもちろんですね多くのご指摘とかお叱りもいただきましたあそんなねくだらない放送を流すなということもありましたし、えー、低レベルなことでね、えー、まあ多くの人に誤解を与えてるんじゃないかというご指摘も本当にありましたあきっとそういうふうに見える方っていうのはあ,まあ本当に情報のセンスもよくってですねいろいろと視力深い方なんだろうなと思いますから私は特に反発もせずにですねそのように見えていることも事実として受け止めていきたいと思いますし、えー、振り返ってみる 結果的にはありがたくですね、えー、私の放送した範囲でも資産が増えてますし放送を見てくださった方もあ利益が出たという報告をですねやっぱりこ,うこの半年間で、まあ、100件弱ですけどもいただいていて、えー、何かの役に立ったのかなと思いますしもしかしたら放送に対してですね、えー、不快感を感じて見なくなっちゃった方もいると思いますしね。そういうい意味では うまくいったところとそうではないところ2つありますんでうまくいったところの,その、ね、自己肯定にならないように、えー、勝利に酔いしれることなくまたすべてを忘れてですね、えー、この半年間はすべて、えー、となかったものとしてまた1からスタートして初心者のつもりでまた明日から始めていこうかと思いますまた1からですね FX のこともそうですし暗号通貨のこともそうですしファイナンスのことも満身が一番の敵なんですよね満身がやっぱり得意分野の時に失敗というのも起きます うん、そこをねやっぱり私も暗号通貨ファイナンス得意分野になってきたのかなよしうまくいってきたのかなと思った時こそ。 ああそんなことはないと自己否定の精神に戻って全然分かってないんだというふうな、ね、今まで苦言を呈してきた方の言葉に耳を傾けてどうしてそう見えるのかなとどこら辺があまだ私がですね表現が足りないところなのかとか誤解しちゃってるところなのかなってことを深く深く反省して、えー、後悔することで進化がまたできるのかなと思ってますんで昨日の放送とねあと今朝の放送でもお届けしましたけども、まあ、私は本当ね凡人以下なわけなんですよ。どううしようもない本当 久保さんできるからいいよねっていうふうな意見とかも、ね、ありますけどもそんなことはないですからねあの私は本当凡人以下でどうしようもないだらしがない人間で、えー、もう整理整頓もできないですしね、えー、人のこともあんまり丁寧に見れなかったところがありました。だだだからそういういとところを捉えてあ自分はダメだったんだな 深く後悔して反省したから学びがまた、ね、新しくなってきたんだと思うんですよ。そして私は今、今日ね、半年間の,この勝利の歴史を全部リセットしてなかったものとして、また一から始めるって言いましたけども、この繰り返しでやっていかないといけないのかなと、本当に思うんですよね。うまくいった、あ大丈夫だ、成功だと思った瞬間に、瓦解が始まりますから、それはね、もう転落への第一歩なんですよ。 成功したって思った瞬間に成功を手放していってえ自ら壊していって平らにする精神っていうんですかねいつもいつも今日はまたゼロからのスタートなんだといやいやビハインドがあるんだと。 マイナスなんだなと思うところから這い上がる精神を私は自分にたきつけていかなければいけないのかなと思いますし実際そうだと思いますしね <laughs> 私なんて本当何者にもまだなってない存在ですからあ本当に40も半ばにしてですねまだまだ全然足りないですからね、うん、心から思いますけどもまだ多くの方に許されて多くの方に励まされているところ本当にありがたいなと思いますし私の情報をこうやって受け取ってくださっている方一人一人が恩人ですからその人たちにご迷惑にない ならないようにそして責任の持てる発信を今後もさせていただこうかと思います、えー、それではですね、そろそろ行かなければなりませんのでご挨拶はこのぐらいにし,しましてですね、えー、この半年間の感謝とこれからの決意表明をまた改めてさせていただきますそうですねろこさん等身大の配信をさせていただきます時には失敗もあるかもしれませんしね言葉が過ぎることもあるかもしれませんまあこれが私の心の内側だと思って私のアウトプットと心の中にあるものっていうのは 等身大です本当に同じものだと思います。裏表もなく、できる限りのことを発信させていただこうかと思っておりますので、今後ともよろしくお願いしまますすそれではありがとうございます失礼します。